どうも、ネアです。どうも、メッチです。さあ、トゥインゲン、バキュンバキュンが、スタルジュンで来ましたね。来ましたね。まあ、ズキュンが来てバキュンになったって感じなんですけど。はい、あの、後ろにいた子ね。そう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 。アイドル。はい。まあ、やっぱりファイトリーグのアイドルといったら、あの子かなと。はい、ですね。うん。俺はデルタに投票してたんだけどな。俺は、ズキュンって投票してましたよ。なんかサブアカ作ってまでズキュン、毎日なんかズキュンのツイートしてたよ、サブアカで。誰だか忘れちゃったけどさ。いやいやいや、めっちゃ面白かったです。まあ、なんかその人の結構あれですね。その人のアカウント見たら、毎日ズキュン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 ってタグついて、どうでもいいことつぶやいてる。どんだけだよと思って。めっちゃ面白かった。あったね。そう、まあでもね、そういうの結果もあって、はい、今回ズキュンが、そうですね、はい、スタジオに早めにできたということで、はい、今日はね、その効果を何が出るのか、うん、そう、まあ、繰り返しちょっとやってみて、はい、皆さんにこんな効果がありますよっていうのをご紹介できたらなと思います、うん、はい、それではいきましょう。 GO! メイヤゲームズ。さあ、バキュンの時間です。一発目のバキュン、顔当てていい？いいよ。行け。おぉ、やば、オープン前やつですね。全方向やん。なるほど、200、600の全方向があると。なるほど。じゃあ僕も行きます。お願いします。メットつけなきゃ、デッドだぜ。それ好きだ。それ好き。行こう。はい。おぉ、リーダーに200、ファイターかリーダーですね、どっちかだ、に200ダメージを与える効果もあると。いきます。いい。はい。やっほー。ドキドキ。おー、200プロテクター。200の800で出てくるんですね。そうだね、強いね。いいね、うん、めっちゃ強いんじゃない。いくぜ。デンプシー、デンプシー、デンプシーバッキュン。おお、400ダメージ。400ダメだ。多分メンバーだろうね。メンバーに400ダメージで、クリティカルも確定。うん、そりゃそうですけど。いきます。はい。お、スーンバッキュンだ。おお、はい、攻撃200400600。強いね。いいね、強っ。強いな。はい。いきまーす。ズキュン。あなたのハート狙い撃ち。バキュンってやつ。ダメだ。はい、いきまーす。おー、でい、出てくれ。何？な何も起こらなかった。いや、多分メンバーに対してとかだ。はい。はい。というわけで、うん、バキュン、一応確認できた効果は6つかな。6つ。一応4回ぐらいやったんですけど、はい、一応6つ。ただ何も起きなかったのは敵メンバーがいない時だったので、もしかしたら敵メンバーに400ダメージの効果が発動できなかったから何も起きなかったのかなっていう場合もありますね。ですね。まあ、効果としては、攻撃力が200アップ、はい、プロテクター200、はい、で、相手リーダーに200ダメージ、はい、で相手メンバーに400ダメージ、はい、でオープン前圧、はい、実質ハーモニーですね。まあ実質ハーモニーと言っても過言ではない、うん、場合によっては上位互換なんじゃないかと。そうですね、 S 級のハーモニーだと思ってもいいかもしれないですね。というわけで、はい、今日はズッキュンの効果検証動画、バキュンです。あ、ごめん、バキュンの効果検証動画ということで、はい、いただきました、うん、今日くしゃみ出そうなんでね、この辺で失礼したいと思います。それでは、また次回の動画でそれではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。